手軽に美味しく楽しめ人気が高いパン。県内でも多くのパン屋さんが自慢の味やこだわりをアピールしています。松山市内ではプロ意識を養うために専門学校生が1日限定の店をオープン。プロの世界の厳しさを体験しました。狭い店舗ながらオープンと同時に大にぎわい。大勢の人が香ばしい香りを放つパンを買い求めています。ここは松山市内の専門学校川原学園のパティシエブランジェ科の学生が今日限定でオープンしたパン屋なんです。この目的は社会に巣立つ前にプロの意識を養うこと。2年生の18人を中心におよそ1ヶ月前からメニュー作りなど準備に取り掛かりました。やっぱ自分たちもいずれかは店に持ちたいなって思ってるので、その前触れというか練習になれるっていう自習があって嬉しく思います。笑顔を忘れずにお客様がいい気持ちで帰っていただけるように頑張りたいです。オープン3時間半前、学生たちがカレーを生地に包む作業などに取り組んでいます。その作業を指導するのはドイツ人の製菓製パンマイスターのエンゲルハート・ハインツ・ウルリヒ先生です。お客さんが喜んでくれるような商品を作ろうと、食べた時にすごい美味しいと思ってくれるような、実際にお金を払って食べてもらうっていうことで、ちょっと気をつけて作らなきゃいけないっていう緊張が。そしてお店の雰囲気作りも重要な要素。学生たちの手でクリスマスムードたっぷりに仕上げました。パンは出来たてを提供したいとの考えから、焼くのはオープン30分ほど前から。次々と出来たての美味しそうなパンが並べられていきます。こうして学生たちが作ったのは、学生にも人気のカレーパン、昔ながらのあんパン、そしてミックスピザやキッシュなど7種類。午後1時、いよいよオープンです。学生からチラシを受け取ったお客さんたちが一気に店内へ。出来たてのパンの価格はほとんどが1個100円。あっという間に売れていきます。どれも美味しそうで、はい、もう書いて、はい、楽しみにしてます。あと食べるの、はい。だいぶ売れとんかな思って。美味しそうでしょ。うん、美味しそうな。ピザとかね。お昼過ぎとあって、オープンと同時にお客さんがどっと詰めかけ、パンはあっという間に棚からなくなります。パンが追いついてないです。そこが改善点ですね。自主的に動いているのが本当に嬉しいですし、2年生になってここまで成長したんだなというのがよく見える、嬉しいです。今日用意したパン150個は1時間半で売り切れ、予想以上の反響。来年社会に巣立つ学生たちにとって有意義な経験となったようです。大人気ですけれども、将来お店を持とうとすれば接客もそうですし、当然利益も出さなくちゃいけない。いい経験ですよね。ですね。すごく将来が見えたんじゃないかなと思いました。うん、はい、では次です。